さんこんにちは。モコモコごもご입니다。えー、代王の文宗とヒョンドク・ワンフの間では、六代王・タンがいました。えー、そしてこのタンには一人の姉がいたんですが、彼女の名前が京平公獣ですね。 じゃあこのゲコ公主は16歳の時に名門貴族の息子をチョンジョンと結婚することになります。これで幸せな人生を送ればよかったものの残念ながら おじによって、えー、この夢は壊れてしまいますねこの父七王子は7代王セジョのことなんですがえセジョは自分が王になるために自分の多いであった六大王タンジョンを、えーまあ、王座から降ろしてその後殺してしまいます えー、そして残念ながら、京江昆樹の夫は誕生の味方だったので、えー、これによって追放されることになり、昆、え、樹、ー、の前で残酷に殺されてしまいますね。じゃあ、京江昆樹には、えー、2人の子供がいたんですが、えー、実際この夫婦には一男一女の子供がいたということなんですよ、えー。その中で娘の記録が実際あんまりなくて、 まあ、結婚をしたという記録はあったんですがそれ以外の記録はないんですね、えー、もう一人が息子であったチョン・ミスなんですね、えー、今日はこのチョン・ミスの話を紹介してみたいと思います、えー、皆さんも写真で見たらおかしいと思うと思いますが女性の服を着ているのがおかしいですね、えー、どうしてチョン・ミスは、えー、女性の服を着ているでしょうか じゃあ、今日皆さんにお話しすることは、えー、公式、えー、記録ではありません。ただ、先ほど言った、ジョンジョンの家紋の記録なので、えー、これもちょっと覚えてくださいね。 じゃあこの記録によりますと、京平ンヘコンジュは夫が死刑されるときにすでに妊娠をしていたんですよ。なので、結局、ジョンジョンは死刑されてしまいますので、一人で子供を産むことになります。じゃあヘ平コンジュが妊娠をしていたということは、えー、聖女の耳にも入るでしょう。これをした聖女は、娘が生まれたら生かしておいて、息子が生まれたら早速殺せと命令を下します。 じゃあ、皆さん、京栄昆虫からは息子が生まれたんでしょうか娘が生まれたんでしょうか、えー、もちろん皆さんもわかると思いますが、えー、残念ながら息子が生まれてしまいます。えー、これで京栄昆虫は、どうせ聖女に殺される運命なら、自分の手で息子を殺して自分も自殺しようと、えー、決心しますが、その時に誰かがこれを止めるんですよ。 この誰かは一体誰でしょうと言ったら、聖、え、女、ー、の性質であったヒワ王夫でしたね。 ジョンヒワンフがキョンエゴンジュのところに、えーまあ、訪れてきて、えー、この子は私が預かるわと、まあ、言います。それを聞いたキョンエゴンジュは、ジョンヒワンフが、えー、自分の息子を殺すと思って最初は警戒しますね。あなたたちの手で、えー、殺されるもんかと言ってから、えー、すごく反抗しますが、ジョンヒワンフはキョンエゴンジュを落ち着かせて、それは違うと言います。どういうことかというと、ジョンヒワンフは この子の安全は私が責任を持って保障する。えー、つまり、えー、正ョ王夫ワンフーが京ョ公エ・の息子を、えー、連れて行って、ちゃんと育てますという約束でしたね、えー。そっちの方が安全だということですね。えー、これで京ョ公エ・は納得して、正ョ王夫ワンフーに息子の運命を預けることになります。 つまり、公主は息子を産んでからすぐ別れることになりますね。そして、聖女の不可は聖女にいて、えー、息子が生まれたので、早速殺しましたという、えー、嘘の報告をします。これはもちろん裏でチョワンフの圧迫があったからだと思いますね。じゃあ、その後、チョンギ・ワンフは、キ、え、ョ、ー、公主との約束をきちんと守ります。 ただし、えー、宮内に、えー、どこか知らない男が勝手に入ってくるのはできないので、正義王イワゴが管理できるように上層させて育てることになり、えー、そこできちんと王族の教育も受けさせるんですね。えー、つまり、正ョ王イワンはゴは根主との約束を、えー、きちんと守っていました。 ただしやっぱり狭い宮で永遠にこういった秘密を守ることはできないんですね。結局これが世女にばれてしまいます。世女としては見たことない女の子が王族の教育を受けていることに疑問を持つことになるでしょう。 えー、これで結局、聖女は蝶衣晩を問い詰めることになりますが、まあ、正義王晩としても、まあ、これ以上隠すのは難しいと思ったのか、京衣公樹の息子であることを言ってしまいますね。これで聖女は激怒して京衣公樹を呼んで、えー、これに関して魔人門をします。この子はお前の息子か もちろん、京恵根性は自分の息子を守るために知らない子だとは言うでしょう。えただし、それで聖女が、じゃあ殺していいんだよなと言ったら、結局、ばれてしまいましたね。じゃあ、これでこの二人の運命はどうなるでしょう。じゃあ、ここでやっぱり、正義ニワンフが大活躍します。 えー、ここでチョン・ワンフは全て私の計画と言って、えー、これでセジョがどうしてだと言ったらを殺戮はやめましょうということでセジョを説得しますねセジョはチョン・ワンフにはちょっと弱い方だったので結局この説得が通じたかもしれませんセジョはとっても反省したらしいですで、まあ、当時セジョは、えー ひどい皮膚病と悪夢で苦労していたんですがこれも結局自分が王になるためにあまりにも殺戮をしすぎたということで反省していたかもしれませんなのでタイミングが良かったかもしれませんが手女は今までの自分の罪を反省しているように、えー、ちょっとこの2人を許してあげるんですね、えー、そして今からこのキャンエゴンジュの息子は女の子ではなく男の子として生きても良いと言って、えー、そして今まで までの通り宮の中で生活しても良いという強化、えー、をしますね、えー、それだけじゃなくて、えー、その後は、えー、名前もつけてくれるんですよ、えー、長生きしてほしいという意味でチョンビスという名前をつけたらしいです そして自分の孫であるチャウリサン君と一緒に生活をすることになりますね。ここで皆さんもわかると思いますが、このチャウリサン君は後に九代王ョンになりますね。そのおかげなのか、ジョンミスがとても能力があったのか、官職に努めることになります。ただし、やっぱり逆族と言われているキョ公主ゴンジュの えまたは、ジョンジョンの息子だったので、家臣たちは反対するでしょう。えー、ただし、この時、また、ジョン・イ・ワンフが活躍してくれるんです。当時、ジョン・イ・ワンフが若い尊侶の代わりに政治をしていたんですが、えー、その権力を用いて、では、七大王の石だと言ってから、えー、家臣たちを黙らせますね。 さあそのあとなんですが、チ、えー、ョンミスはキョンエゴ英ジュのためにいろいろ頑張ったらしいですよ。えー、キョンエゴ英ジュは自分の息子が官職に勤めたことになってから安心したのか、えー、その年に亡くなってしまいますが、その病気の時にチョンミスは、えー、当時16歳だったんですけど、母の代弁の味をチェックするなど、儒、えーまあ、教的に素晴らしい介護をしたらしいです。 それを見ていた家臣たちも、えーまあ、感動してそこからチョンミスを認めたらしいですね。じゃあこうやってみんなに認められたチョンミスは中大王、えー、四三軍の時代も、えー、そして1一代を中調の時代まで大活躍する、まあ、人になります。その後中調の時の場合はこの中調のクーデターに協力していたので、えー、後には後位官職まで活躍することになるらしいですね。 えー、そして当時一人で、えー、過ごしていたジョン・スン・ワン・夫の養子として、えー、ジョン・ミスが入ることになり、えーまあ、親孝行をきちんとやりますが、えー、残念ながら、えー、56歳で死亡することになってジョン・スン・ワン・夫より先に亡くなってしまいます。ジョン・スン・ワンフは・夫、ま、はあ、いろんな悲劇を経験した悲しい女性ですね。 えー、そしてチョン・ミスの話に戻しますと、まあ、結婚はしたんですが子孫はなかったということもとても残念でした、えー、なのでここで広大王文昌の直径はまあ途絶えることになります じゃあ、しかし、えー、今まで皆さんに話したのは、中、え、蝶、ー、の家門の記録の話で、公式記録で見てみると、実際、えー、先ほど娘がいると言ったんですが、정美舟が兄で、娘が妹なんですよ。じゃあ、こうなりますと、先ほど言った、蝶蝶が死刑されるときに妊娠していたのは、実は娘なんですね。 えー、つまりこの話は当時、えー、朝鮮全体に広がっていた政情への不満の、まあ、証しから生まれたまわ、あ、または物語かもしれませんね。えー、実際記録でまあ少し覗いてみると チョンミスはキョン女ゴンジュと10歳までは、まあ、母と一緒に過ごしたらしいです。でその時にキョン女ゴンジュが、まあ、これ以上は、えー、ちょっと自分の貧困生活の中で、えーまあ、何も成功はできないと思ったのか、聖女に訪、えー、ねて息子をお願いしますという、えーまあ、お願いをするんです。で実際これはおそらくチョンイ・ワンフの、まあ、計画だったと思います。チョンイ・ワンフが先にキョン女ゴンジュに、まあ、手紙を送って、 今、聖女が皮膚病で苦労しているし悪夢で苦労しているので今のタイミングで聖女にお願いしたら、えー、息子が許されると話をしたと思いますね。それでキャンエンが乗ったと思います。この作戦は成功して聖女はチョンミスを許してチョンミスは官職に努めることになります。 じゃあ今日の話はここまでです。来週はいよいよ皆さんに聖女の話をしてみたいと思いますが、今まではちょっとまあ流れ上、聖女の悪口ばっかり言ってましたが、えー、王になった聖女は一体どんな王だったのか、王として能力があったのか、一体何をしたのか、それを来週皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれてしんちゃきんちゃこごまおうよ。여러분、あんにょーん。